吉見百血は埼玉県引国郡吉見町にある古墳時代後期の横穴墓群の遺跡。太平洋戦争下の地下軍事工場建設のために破壊された十数機を除いても219機が現存している。1923年3月7日に国の史跡に指定された。2020年現在有料で一般公開されている。業界岸の岩山の斜面に 多数の穴が開いていることから、一見異様な印象を受ける遺跡である。穴の数は219個と言われ、このような遺跡としては、日本一の規模である。穴の入り口は、直径1メートル程度だが、内部はもう少し広くなっていることが多い。古墳時代後期に作られたものであり、他の多くの古墳が土を持った小山の中に一つだけ、原質が存在する構造であるのに対し、 岩山の表面から数メートルの小穴を多数掘って作られた集合墳墓である。多くの穴に古墳と同様の台座状構造があり、ここに棺桶を安置したとされる。なお、台座は穴によっては複数存在しており、このような穴には家族単位で葬られたものと考えられている。多くの穴の入り口の周囲には段差状の構造があり、ここには 緑で変顔という緑色の石で作られた板状の蓋がはめ込まれていた。これは後から穴を容易に開閉可能とするものとされ、複数の台座状構造と合わせて同一の穴に追跡が行われたことを示すものと考えられている。場所により穴の並びが生前不規則と差がある。不規則な箇所は比較的初期に生前と並んでいる箇所は後期に作られたものと、 考えられている。ほとんどの穴を自由に入り見学できるが、心ないものにより損壊が行われた例もある。岩山の下方には、光ゴケが自生している穴がある。関東平野における光ゴケの自生地は、非常に貴重であり、吉見百血光ゴケ発生地として、国の天然記念物に指定されている。近年は自生している穴の乾燥化が進み、光ゴケが著しく減少したため、 穴の中に水を満たした鉢を置いて、湿度を保つ対策をしている。光ゴケが自生している穴には、鉄格子がはめられており入ることはできない。弥生時発見者の一人でもある、東京大学の学生、坪井翔五郎は、1884年に人類学会を創設した。そして大学院生となった坪井は1887年。 卒業論文の一環として、吉見白百血の発掘を行い、地元の祖宝家で、貴族院議員、郷土史や、根岸武タが発掘を支援した。吉見白百血の発掘は、日本における人類学、考古学の黎明期に、その中心人物である坪井の手によって行われたものであり、日本考古学史上重要な位置を占める。発掘調査の後、坪井は横穴を住居とする説を唱えた。 その趣旨は以下の通り。しかしすぐに、弥生時の共同発見者であり、人類学会創設の同志である白井幸太郎が特命で、学会誌に反論を掲載した。白井は横穴墓であるとした。白井ら及び後の研究による反論の趣旨は以下の通り。当初、壺いたい白井の構図に論客を交えて、嫌なか墓か、論争が続いたが、明治時代から、 大正時代にかけての考古学の発達及び、坪井の死去によりコロポックル住居説は衰え、集合墳墓という説が定説となっていった。そして吉見百穴は1923年、国の史跡に指定された。また地元松山高校郷土部は長く地域の埋蔵文化財の調査を行っており、吉見百穴についても調査に貢献している。軍事工場跡。 太平洋戦争中、この岩山の地下に中島飛行機の地下軍事工場を建設するため、岩山の最下部に大きなトンネルが五番路目状に掘られ、その出入り口として、吉見百血には三箇所の高校が掘り出された。また、吉見百血のすぐそばを市の川が蛇行して流れて、いたが、軍事工場の前面に用地を確保するため、流路を西側へ移動する。 河川改修も合わせて行われた。この際、元から存在していた横穴が十数個崩されて消滅している。これらの軍用トンネルの内壁はほぼ素ぼりのままとなっている。下記は両風が吹き出すことがある。軍用トンネルの奥は危険なため途中から鉄削で塞がれている。ありがとうございます。